はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式〇7をお送りします。で、ちょっと俺の動画だと珍しいんですが、番号が飛びます。結構前、ちょっと前かにこのね、タイトルの〇1から〇6を連続でこう取ってたのね。で、ちょっと間に入って〇7でまた戻ってきた感じです。で、なぜかっていうと、その間に2倍角をね、やったので、それを使った、またね、その方程式と不等式やってきて、今回は方程式です。次回は不等式となっております。で、今回は2問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、基本的には、もう、あの時と同じです。その、〇1から〇6の時の、ね、やり方と同じなんですけど、2倍角が入っちゃってるので、そこだけ上手に処理すればいいっていう感じ。で、まず、左側の1番に関しては、cos2x です。で、こっち sinx です。で、sinx は、もう変えることが難しいので、まあ、こっちをいじると。で、しかも、コサインは、コサイン事情、サイン事情が残った形、サイン事情、だからサインだけ、コサインだけと、3種類あったでしょ。で、こっちでもサインを使ってるから、やっぱりサインに合わせてしまいたいの。ね、そしたら解きやすくなるから。だから、このコサイン 2x、今回は、1マイナス、2サイン事情 x。これに置き換えて解いていきます。で、この 4sinx もね、左辺に持ってきてしまって、ちょっとこうなるね。で、ちょっとまとめると、マイナス4なんですけど、ちょっといい、まとめて、最初がさ、マイナス 4sin(x) になっちゃうんで、全部負をかけます。あんたちょっとごめんね。だから、最初マイナス4で負をかけるから、ここで正にしたいんで、俺は。4sin(x). で、次、このまんまなんだけど、マイナスをかけるから、プラス、sinx。で、プラス2とプラス1でプラス3。それにね、負の処理をしてるから、マイナスに変わると。方程式だからね、全体にマイナス1かけるのはもちろん問題ないので。で、これでまとまったと。で、あ、おかしいよね。4が抜けてた、ずっと。失礼しました。ってことは、ここも4が抜けてるね。こうなると。で、こうなったら、このまんま普通に、因数分解やっていきます。まあ、たすきがけ使ってね。で、4と3だから、2と2でいけるかな、最初。2sinx と、2sinx。ちょっとわかりにくかったら、sinx を、例えば a とかって置いて、4a2 プラス 4a マイナス3って解いても構わないんですけど、ちょっと時間をかけたくないっていうのもあるので、できればこのままやれるといいかなと思います。で、これが3とマイナス1でいけばいけそうだね。プラス3とマイナス1。これで完成してるね。で、これを解くと、sinx イコールこっちからの答えは2分の1。で、こっちの答えはマイナス2分の3です。ただし、sinx、もともと x が今0から2π です。つまり1周全部。OK なんだけど、x が1周だとしても sinx はマイナス1から1までしか取れないんだよね。これまあやってきたから。だからちゃんと書くんだったら sinx はマイナス1から1なので、今回使っていい答えはこっちだけです。マイナス2分の3外れてるからね、そっから。で、あとは sinx が2分の1になるところを探せばいいと。で、下入るかな。ちょっと待って、入ってる？あ、OK だね。で、3x、y 座標なんで、y 座標が2分の1のポジション。ここ、30度ポジションと、ここ、150度ポジションの2箇所だね。で、さっきも言ったように、1周、全部 OK だから、両方答えとして採用していいので、最後、x イコール30度は6分の π。で、150度が6分の5π か。ね、これで OK となります。だから最初の変形だけだね。ここだけ、まあ、気をつければいけると。で、次でございます。で、cos2x は sin だけにすることもできるし、cos だけにすることもできるので、うまくいじれるんですけど、こっちね、sin2x なんだよ。
で、sin 2x は一通りしかないので、まず、もう 2sinx、cosx にするしかないのね。これしかないからさ。で、あの cosx、左辺に持ってくると、こうなるでしょ。で、こっからは cosx をくくり出します。あの cosx だけとか、sinx だけにすることができないので、こっからもう。だから、くくり出しで、cosx を出すと、2sinx-1 イコール0になります。で、これを解くとどうなるかっていうと、これ、もともとのこの因数分解後もそうなんだけど、これって、ここに掛け算が隠れてて、あるもの×あるものイコール0になるときっていうのは、どっちかが0になれば、掛けたものは0になるじゃんか。だから、これイコール0、もしくはこれイコール0が答えになる。だから答えが2個出てくる。今回範囲の関係でね、1個消えたけどさ。で、同じように考えると、今回ここに掛け算がいます。つまり、出てくる答えは、こいつが0になるか、こいつ全体が0になるかのどっちかなのね。だから、cosx イコール0、もしくはこれイコール0だから、3x イコール2分の1。これが両方答えになります。かつではなくて、またはね、こっちでもいいし、こっちでもいいの。で、これは 3x がさっきね、マイナス1から1って言いました。これはコサインも同様です。で、両方、ちゃんと範囲に入ってるから答えとして OK。じゃあ、コサインが0になるとき、そしてサインが2分の1になるとき、両方答えだから、探そうぜということで、単円で勝負する。で、サインが2分の1はもうさっきやってるね、同じだから、ここの、まあ、30度ポジション、まあ、同じなんだけどね、これとね。ここの150度ポジションになります。で、もう一個。コサインが0。これは X 座標が0なので、ここか、ここです。つまり、90度ポジション、もしくは、270度ポジション。この4箇所、最初でも言ったように全部一周 OK なので、全部答えとして OK になります。だからあと書くだけね、順番で。つまり、X、30度は6分の π。で、90度は2分の π。で、150度が6分の5π。入るか、入るね。で、最後、270度が2分の3π。となって、この4つ全部答えになります。いいかな、まあ、こんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式〇7をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が不等式ね、まだやってないんで、次回不等式やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。こんにちは。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。